こんにちは、森です。旅や自己投資ということで、これはね、2019年の8月に行ったフィリピン・マニラのコンラッドの宿泊記をお届けしたいと思います。モーリーチャンネル。フィリピンの航空会社。おはようございます。モーリーです。今日からフィリピンのマニラ、ボラカイ島に行きたいと思います。今はね、関西国際空港で、これからフィリピン航空の飛行機に乗ってマニラに行って、マニラで2泊してそこからボラカイ島に行きたいと思います。それではね、搭乗前にラウンジを利用したいと思います。フィリピン航空って ANA と提携しているはずなんですが、 ANA ラウンジではなく桜ラウンジにね案内されるという毎回面白いことが起こるんですけども、まあ、ちょっとここ理由に関しては僕もわからないんですが面白いですね。でここで家族3人で来ているので3人分のパスポートを見せます。無事にラウンジに案内されました。今ではね、考えられないぐらいたくさんの、ね、人がいるんですけども、まあ、ちょっと今の感覚で見るとちょっとびっくりしますよね。というわけでね、今から登場していきたいと思います。娘の方が先行して歩いていきます。最近はね、こういう海外行きの飛行機にほとんど乗っていないので、まあ、こういう飛行機に乗るシーンを見るだけでも僕自身もね、ワクワクするところがありますよね。早くね、乗りたいですよね。はい、さあ、いよいよフライトです。ここはね、早送りでは行きますけども、ほぼノーカットでお届けしたいと思います。まあ、これがどれぐらいニーズがあることなのかわかんないですけども、まあ、ちょっとね、久しぶりに空を飛ぶ気分を味わってください。という間ですよね。これ何倍速だ、10倍速ぐらいで回してますね。あっという間に空の上ですね。いやー、それにしてもね、この動画を作るまではフィリピンのことをね、最近はもう全然考えてなかったので、今思えばね、こうフィリピンって今どんな状況なんですかね、すごくこう気になってきますよね。すごく好きでね、フィリピンには何回も行ってるんですけども、次にね、フィリピン行ける日は今年末、それとも来年ですかね。さあ、機内食がやってまいりました。いや、これもね、本当にもう久しぶりすぎてね、ちょっとこの機内食の感じめちゃくちゃ久しぶりじゃないですか、これ、ね、めちゃくちゃ美味しいってわけじゃないんですけどね、なんかやっぱ食べたくなりますよね。約4時間ぐらいですかね、ようやくマニラに到着になります。このね、着陸寸前の街をこう見下ろせる時間が僕はもう本当に好きで、まあ、だからこそね、
まあ、トイレに行きにくいですけども窓側は絶対に死守したいっていう感じですね。まあ、もちろん YouTube の、ね、こう撮影用にも窓側がいいんですけども、まあ、やっぱりこの時間しかこの景色って見れないじゃないですか、ね、今なんて特に飛行機になかなか乗れないですから、こういう景色見たいって思っても見れるもんじゃないと。だから僕は非常にこの窓側っていうのは価値があるんだなっていうふうに、まあ、自分では思ってて、もう毎回窓側ですね。だから僕と一緒に飛行機乗ることがあっても僕は窓側を死守しますのでご注意ください。さあ、フィリピンに到着いたしました。マニラニノイアキノ国際空港ですね。SIM を買ってます。先ほどのはね、ネットに繋がってるか確認してくれってことだと思います。 10GB plus 10GB for an additional free. 今からタクシーを呼びます。あと2分で行きます、グラブタクシーを使ってタクシーを呼びます。これもね、早く日本に来てほしいですね。タクシー捕まりまして、このままコンランとマニラに向かいます。はい、コンラッドマニラに到着いたしました。なぜかね、ここの動画がねほとんど残ってないんですよね。確かねカメラが途中壊れたんだったかな。だから写真でお届けいたします。はい、これが部屋になります。日本のねコンラッドに比べるとまあちょっとシンプルな感じというか、格の高さっていうのはそんなにないような気がしますけども、まあでもこれでも2万円以下で泊まれたんで十分なクオリティかなと思います。コンラッドのエグゼクティブラウンジです。こんな風に今はねアフタヌーンティーの時間ですね。コンラッドの、エクゼクティブラウンジのカクテルタイムに来ました。ダイヤモンドメンバーはねこのラウンジが無料で使えるんですよね。でこう言って食事が無料でいただけます。軽食っていう感じになってるんですが、もはやこれは軽食っていうかもう普通にお腹いっぱいになります。でしかもお酒も、まあ、僕はちょっとワインとかいただきたいなと思ってます。夜はね周辺を散策しました。当時はねタピオカが流行ってたのでタピオカをね飲みに行ったりとかしましたね。朝食です。1日目の朝は朝食です。はい、それではコンラッドマニラの模様をお届けします。
ました。今日もありがとうございました。今日の話どうでした？納得って方はね、ぜひチャンネル登録いただければなと思います。メンバーシップだったりとかファンクラブもやっておりますので、ぜひね概要欄の方チェックいただければなと思います。それではね、次の動画でよろしくお願いします。では。